みんなただいまー、ゆらねこでーす。今日ちょっとさ、お姉さんっぽい格好をしてみた。髪型は相変わらずサブジラって感じなんですけど、最近さ、こういうさ、お姉さんっぽい格好ハマってんだよね。これスカートがミシェルマカロンの、トップスがスナイデルのやつでーす。肩が開いてて、リボン結びするやつ。かわいくない？私、秋服と冬服が大好きだから、最近お洋服に気合が入ってるんですよ。だからぜひ見てほしい。はい、まあ、突然のお洋服紹介だったんですけど、本日はお洋服の動画ではありません。もう後ろにね、どでかい段ボールがあるから、大体わかると思うんですけど、毎月恒例になりそうな気がする、厳選グッズ開封のコーナーです。今回は頼みすぎっていうか一気に届いちゃったんですよ。2ヶ月前に頼んだものもあれば、まあ1ヶ月前とかに頼んだものがバーンって来ちゃったんですよ。で、実はこの2箱が届く前にもう1箱届いてて、そんなに大した量なかったし、新しいグッズとかもなかったんで、5万9000円分のグッズはもう開封しちゃってて、もう箱ないんですけど、こっちが5万5902円分、こっちが8万1475円分入ってます。合計で13万7377円分のグッズがこちらにあります。ちょっともうね、アイテム数は覚えてないので、テロップとかね、タイトルとかに書いておきます。しかも何がやばいって、まだ届いてない注文があと2つあるんですよ。それも多分これと同じぐらい量があって、なので多分それが11月中に届くか12月に届くかなって感じなので、まあ、多分12月ぐらいで落ち着くと思います。ちょっとナヒーダの新作グッズとかが出ちゃうと買わないといけないので買いたいから買ってるだけなんですけど、やっぱ新しいグッズが出ちゃうとね、買いたくなっちゃうんですよ。なので、まあ多分来月もこの企画やると思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。今回は前180アイテム紹介した時より多いので、しかも私1時間半後にちょっとマネージャーさんと予定があるので、ほんとサクサク紹介していきますね。では紹介スタート。はい、まず一つ目の商品こちら。ナヒーダの缶バッジ、新しく出たやつ。今回も背景がキラキラで超可愛いです。今回ね、背景の色味なのかね、キラキラ感がマシマシな気がする。ナヒーダっていう文字もすっごいキラキラだし、超可愛いです。このね、ナヒーダちゃんを100個お迎えしました。もうさ、100個とかいう単位にさ、そろそろみんな驚かなくなってきたでしょ。とりあえず缶バッジは、1種類につき100個持っておきたいなっていうのがあって、100個買いました。こんな感じのが大量にあります。何個あんねん、マジで。お次がこちら。ナヒーダのチェキ風のカードとストラップです。これはね、結構前からあるグッズで、原神の2周年記念のグッズなんですけど、これね、7神分あるんで、ライデンと勝利とウェンティとナヒーダの4種類があります。私、デスクトップの画面にも設定してるんだけど、草むらに寝っ転がってるナヒーダめっちゃ好きなんだよね。だからこのビジュアルめっちゃ可愛くて。あ、可愛い。チェキの方マジでやばい。めっちゃ可愛い。可愛いわねえ、本当に。これはね、50個です。あ、50個なんだ、100個じゃないんだとか、もうもはや思い始めてきたでしょ。みんなそれね、みんながおかしいからね。今普通ね、100個も50個も買わないんですから、せいぜいさ、保存用、鑑賞用、使う用でさ、3つとかじゃない？これは安定のあれですね、いつものアクスタです。10個買いました。追加分でーす。このグッズたちね、ナヒーダの生誕祭に間に合わせたかったやつなんだよね。でも間に合わなくて、11月に届いたっていう感じですね。これ重た？何これ？全身フェスのポストカードー。頼んだっけこれ。こちらはね、多分ポストカードがランダムで入ってるっぽいんですよ。なので、推しのナヒーダちゃんが何枚出るかわかんないので、一応なんか2個買っといたけど、とんでもねえボリュームだから、2個にしといてよかったかも。パッケージがすげえ綺麗だ。くっそ重いんだけど、みんな、これみんなにも共有したい。ちょっと見て。いくよ。パパーン！かわいすぎー！前の原神3周年だったからさ、3のケーキがあって、でここを開けるんですよ。ごまだねー。かわいい。何これ何これ、何に入ってんの？パイモンのアルバムに入ってんだ。かわいい声でかわいふやんけ。やばいやばいやばい、これどういう形式？え、待って、これはファイルだけ入ってない。空なんですけど、真っ白なんですけど。これはファイルだけ？ちょっと中身はどこに入っていらっしゃる？わからない、何も。ここだー！ここだ、ここだ、ここだ。ここ、ここ、行くよ。こうやって。ディリン。ウェンティー！これテンションマックス。あー、これ楽しみだった。ちょっとナヒ
ヒータが出るか台風の儀を行っていきたいと思います。フィッシュル、ウェンディ、クレイちゃん、タルタル、勝利先生、アルベド、カーン、チョウ様、ポータオ、エウラ、え、かわいいエウラ、エウラが酔ってる。このカズハの美獣やばくない？神なんだけど、やばいやばいしか言えない。神様、アヤカ、ヨエミヤ、かわいい、ココミもかわいいね。アライデン、将軍めっちゃ美獣いい。これも荒滝、かわいい、笑顔満点でかわいいね。この神格大人っぽくてかわいい。あやえみこだ、みっこみっこにしてやんよ、してお兄様来て、あやかの幼少期かわよ。このイラの美獣大好きなんだけど。あ、ティナリー、次セノダ、いいね。ティナリーとセノダ並んでるのめっちゃよくね。ニーローだ、これランダムなのかな、なんか同じのが入ってないんだけど。ナニーダ来たよ、嬉しい、ナニーダ来た、かわいい、本当にかわいいな。ヒーダスカラマシュ、放浪者ですね。アルハイゼーン、あ、ディスや、ビャクポじゃないこれ、雰囲気違うね。ビャクポ先生色気ある。あ、これあれや、ファトゥス。私はね、ファトゥスの中だとアルレッキーノが好きですね。召使いがめっちゃ好き。今んとこね、召使いいい人だしね。昨日だか一昨日にバージョンアップの更新が来て魔人任務追加されて、まだその追加された魔人任務はやってないんですけど、今んところ召使いいい人だし、あと美女が好きなんですよ。私本当に白髪キャラが好きで、まあ、ナヒーダも白髪だし、で召使いも白髪じゃん、まあ、メッシュは入ってるけど、スターレイルのケイリュウも白髪だし、あとね、新しく原神に出てきたスカーフっていうキャラも、もう見た目がドタイプで、もう一目惚れしちゃったんですけど、ニアオートマタの 2B も白髪だし、もうね、ほんと白髪が大好きなんですよね。原神他にもさ、白髪キャラいっぱいいるんだけど、まあ、その中でも見た目と性格が刺さってる子が好きです。このさ、びっくり箱形式のめっちゃ可愛くね。びっくり箱なんてさ、最後に開けたのいつよ。500年前ぐらいだわ。次もこれ、原神フェスのポストカード開けます。はい、またびっくり箱ですね。ガンダム、嘘かも、3期と同じウェンティが出てきた。一応開封していきますね。ウェンティ、フィッシュル、クレイ、タルタル、一緒じゃね。イエラン、ティナリ、セノ、ティナリセノだったもんね、さっきも。でニーロの次ナヒーダよね、ほら一緒だわ。ということは、このナヒーダが欲しかったらあと何十箱も買わなきゃいけないということですね。もう大変なんだから。なんかおまけついてきてんだけど、原神の公式グッズを取り扱ってる原神公式ショップがあるのが中国のタオバオなんですけど、タオバオで買うと結構ね、おまけがついてくること多いんですよね。開けちゃおう。ガイア、ガイアのモチコロリンぬいぐるみマスコットが出ました。モンド組が出る感じかな。モンドと主人公のソラくんが出る感じのやつだ、かわいい。で、あと頼んだのがこれです。ナヒーダの指人形です。これは5個買いました。ナヒーダのぬいぐるみ系がなくて、私ぬいぐるみ系のグッズ大好きなんで待望だった。これさっきの箱はこれで終わりです。ここにね、載せきれてないんですけど、まあ、ここにあるグッズたちがあと何十個何百個あるっていう感じです。次の箱はね、結構いろんなものを買ったので見てて楽しいと思う。最初がこれ、クソでかい箱。これはね、意外な人ですよ。ナヒーダだと思ったでしょ、違うんですよ。こちら、ヤエミコのマウスパッド買いました。あと私ね、鳥居とか神社とかミコさんとかめっちゃ好きなんですよ。で、ヤエミコもね、ほんと性癖にぶっ刺さってるので、で、まあ貫突もしてるし愛があるので、ヤエミコのグッズもお迎えしました。マウスパッド大好きなんでね、こんなんね、あればあるだけいいよ。なんかでけえ筒入ってた。いくよ、ポンってやるよ。あ、なんか思ってた音と違った。なんか卒業証書みたいにポンってなると思った。ディ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 、原神で初めてタペストリー買った。これスメールの時のキービジュアルですね。私スメール探索度ほぼ 100% にしてるぐらいマジでスメール大好きなんで、お迎えしました。これさ、ナヒーダとさ、残票がでっかくなってるのがすごい嬉しいわ。二人とも好きだから、私の部屋のどこかに飾ろうと思います。しまんない、もういいや。はい、またこのナヒーダのアクスター10個購入してます。もはや安心感がある。見て見て、かわいい。私水元素と草元素が好きなので、水スライムと草スライムです。さっきも言ったんですけど、こういうね、ぬいぐるみ系のね、もちもち系のグッズ大好きなんで、お迎えしました。これね、みんな欲しいと思う。これ絶対人気グッズよ。こちらもよくわかんないね、ちょっと開けてみる。こんな感じ。草元素の神の目です。めっちゃ可愛い可愛い。
超綺麗で高級感がありますね。しかも箱もすごいしっかりしてて、これね、ほんとずっとグッズ化してほしくて、やっと神の目グッズ化されたと思ってめっちゃ嬉しくて購入しました。なんか思ったより本当に綺麗で高級感があってめっちゃ綺麗。この綺麗さがさ、カメラでは伝えきれないんですけど、マジで綺麗です。この神の目、宝石部分っていうか神の目部分がもう全然なんか安物グッズに見えない。重量感もねめっちゃあります。ほんとしっかりした作りです。このねクオリティはめっちゃいいわ。本当にみんな待望のグッズだったと思う。次も神の目なんですけど、今度は稲妻の神の目です。シール剥がしてみた。いや伝わるかなこの綺麗さ、マジで超綺麗なんだよね。このグッズはクオリティが高すぎてやっぱ全部欲しいなと思って雷元素の稲妻の方もお迎えしました。クオリティがねやばすぎ、こんなん全部集めたくなるよね。次また指人形に戻るんですけど、フリーナの指人形です。水の国フォンテーヌの神様のフリーナ。やっぱ私七神が大好きなので神様のグッズはね欲しくなっちゃうんですよね。このサイズ感ちっちゃくて可愛いわ。手のひらサイズ。ライデン将軍のももちろん買いました。可愛い。ライデンこのさじとめな感じなのめっちゃ可愛いわ。これも多分指人形だと思う。誰かな、ウェンティ。ちゃんとウェンティのもお迎えしました。コスプレしたしね。このウェンティめっちゃ可愛いな。お目目の感じがすごい可愛い。この指人形シリーズね、お顔が可愛いわ。これはもう誰かわかりますよね。デデン、勝利先生、逆さま。はい、勝利先生ももちろんお迎えしてます。このデフォルメされた勝利先生可愛いな。なんかちっちゃいのあった、なんだろうこれ。あー、キララの缶バッジ買いました。キララもね結構好きなんで推しメンの一人でもあります。稲妻の缶バッジ初めてお迎えした。めっちゃ可愛い。変身のグッズね、国によってなんか缶バッジの模様とかがね違うんですよ。稲妻の缶バッジこんな感じなんだ。キララはねなんと1個でございます。なんかでかい色紙みたいなの出てきた。あ、勝利先生買ったわ。勝利先生のでっけえアクリルスタンド。勝利先生のアクスタね、1個持ってるんだけど、なんかそれとは別のタイプがあったんで買ってみました。このさ、周りのさ、縁の模様とかがさ、すっごい BUA っぽくていいね、この辺が。背景もめっちゃ豪華で、私が持ってるアクスタよりすっごいゴージャスです。勝利先生も1個だけお迎えしました。まだアクスタある。キララのアクスタもお迎えしました。1個開けちゃったんですけど、これはね2個お迎えしました。カレネコもキララ推しなのでカレネコにあげようかなと思って2個お迎えしました。はい、最後はあのいつものナヒーダの缶バッジを10個かな追加で購入しました。神の目さ、ちゃんと4種類あって4種類買ったと思ったんですけどなかったわ。なんか売り切れっていうのそういえば届いてた気がするわ。岩元素と風元素の神の目ゲットできなかった。絶対どっかでゲットしたいですね。はい、これで直近に届いた段ボール2箱が開け終わりました。いや、すごい量やったね。はい、今回届いたグッズたちをね、まあ、まだまだいっぱいあるんですけど並べてみました。ちょっと祭壇というか画面映えしそうなのでいっぱい並べてみました。今回届いた中で届く順番とかがすごい前後してるので、まあ、すでに持ってるものでもあるんですけど、注文した時点で一番楽しみにしてたのはもうダントツで神の目がマジで楽しみだった。発売するっていう情報を知ってからこれは欲しいと思って本当に欲しくてゲットできたのでめっちゃ嬉しいです。あと岩元素と風元素のモンドとリーユエの神の目も欲しいので絶対ゲットしようと思います。で、あと楽しみにしてたのはこの七神の指人形ですね。やっぱ七神の人形系ずっと欲しかったので、並べた時にね七神が並んでるっていう感じがあるグッズができてよかったです。やっぱ七神は並べたくなっちゃうんですよ。みんなわかると思うけど、こうやってね並べた七神が見たかったからよかった、見れて。あとはこのナヒーダですね。このビジュアルのナヒーダが追加されて絶対欲しいと思って楽しみに待ってたのでやっと届いて嬉しいです。あとタペストリーもねめっちゃ嬉しかった。私前の家ではニーアオートマタとニーアレプリカントのタペストリーを壁に飾ってたんですけど、タペストリーすごい大好きなグッズなのでスメールのタペストリーあるじゃんと思ってすごい楽しみにしてました。ナヒーダ以外のグッズはだいたい1個ずつ買ってます。ナヒーダは結構ポチ狂った量買っちゃうんですけど、もしこれからスカークのグッズが出たら多分ねすごい量買っちゃうと思います。もう絶対推しになると思う。
はい、以上が今月の私の原神グッズ購入品紹介でした。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。もう私はね、この後これを片付けて収納するっていう大変な作業があるので頑張りたいと思います。高評価、チャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。以上、イラネコでした。バイバーイ。